まなみ、まなみ、まなみ、どっか止まったで、消防車。なあ。あ、ベランダ見たらわかるか。なんか聞こえた方向で言ったらそこかな。え、ちょ、見に行こうか。なんかベランダから見えるかも。なんかあれやな。いや、おらんわ。音近かったよな、見に行く。いや、マンションの看板。よいしょ。ちょっと見に行くか。うん、近かったから見に行こう。あ、財布持って行くか。タバコも買わなあかんもんな、その理論で言うと。ああ、うん、マンション看板ある、俺んち。ちょ、待って、タバコ代だけでええもんな。財布持って行ったら邪魔になる。小銭あるわ。いや、小銭入れだけにするわ。別にタバコ以外のもん買わんから。あ、クラスケさん、あざっす。うん、え、ちゃうちゃう、タバコ以外買わん。うん。交通事故とかかな。あ、ほら、めっちゃ来てる。なんか台数多ない？次か来たぞ。あ、ありがとうございます、無料アイテム。ちょっと有料アイテム、あ、止まった。ちょ、待って、止まったわ。うん、結構来た。3台か4台ぐらいおる。ありがとうございます。どっかめっちゃ光ってる、どこや。消防車と救急車来てる。なんやろ。あ、やっぱりそこやな、止まってんの。水かぶる？かぶるよ、ほんまに。ホテルやな、あれ。うん。火事ではないんちゃう？消防。いや、でもタンカー出てきてるわ。うん。タンカー出てきてる。で、消防車1台やろ。あれ？もう1、2台音聞こえてんけどな。水かぶったら腹筋崩壊する。ちょ、水かぶるか。え、水かぶってきていい？家で。よいしょ。水かぶっていい？俺かっこいいから。いや、行くで。水かぶろうか。うん、まあ、びちゃびちゃやな。うん。びちゃびちゃになるだけやな。全然水かぶるん得意やからな。いや、知らん、何やねやろな。でも、消防車1台やからな。得意って、え、知らんの2245。俺、毎年、真冬に飛び込んでるんで、うん。去年とかだとアイスバケツも行ってるし、真冬に道頓堀で。
ああうん、もう俺水かぶんの得意やから、あそこ知らんのか、ま、真冬に飛び込むん専門なんで、今年はやらんけど。あ、火事じゃなくても来んの？まなみ潮俯瞰。なんもなさそうじゃね、これ。台数も1台とかやし。なんかバカほど火出てたらあれやけどさ、なんもなさそうじゃね。え、自殺？あ、ホテルやからあるかもな。じゃあ俺水かぶる。え、でもタンカー持って行きよったで、ホテルの中に。なんやろな。分からん。の警察がおらんもんな、言うてな。なんやねやろ。これ何？でもな、タンカーは1階に置いてある。あ、無理やってまだす。いや、なんやねやろな。普通タンカー持っていくやん。事件性もないんちゃう、多分。あ、無理やってまだす。無理やってまだす。かな、普通の病人搬送とかかな。あ、無理やってまだす。無理やってまだす。えっか、もう飽きたな。どうせ何もないやろこれ。帰ろうか。タバコ買って帰ろうぜ。何もなさそうや。ああ。なんかパトカーとかめっちゃ来だしたらもう一回来よう。でも何もないからな、見るからに。うん、俺なんか俺もそんな気するわ。なあ。うん、なんか大したことなさそう。うん。なあ、タバコ買って帰ろうぜ。まあ何事もなくてよかったっすね。うん。なあ、無事ならいいよね。えらい緊張で止まったから。あ、そういうことか。ああ。無理やってまざす。有料アイテムください。うん、しこ。うわ、めっちゃバカ可愛い女の子おる。バカ可愛い女の子。ブレイクマザーです。セブンスターのボックス、はい、あ、ボックス、あ、間違えました。はい、どうぞ。さあ帰るか。いや、おってんかしゃあないやん。おー、すごいな、天然さん。うん、いや、絡崎さんええかな、いつ放送おもろい人やったら乗っかるけど、配信内容は別にうんやからええよ。今回辛味酒さんのウーコは食いに行くんやめめーす。辛味酒さんのウーコは食いません。しんど、帰るか。あー疲れた。長かったぜ今日も一日。お、空いてるやん。いや、1億もらったら食う。
1億もらったら食べます。いやいやいや、300万でも食います。いや、しゃ、なんか今俺が情報収集した感じやと、まずそのそこで重課金してたハーゲンダッツさんっていう人がなんかもう辛味酒さんのところを離れるってなって、で界隈がなんかあのなんぞやなんぞやっていろいろ考察立てて話しているうちに、なんかほんまか嘘かは知らんけど、なんかそのハーゲン様の奥様があの発狂して、でなんかもうあろうことか、なんかその辛味酒さんとハーゲンさんがなんか不倫だのなんだのっていう噂を立てられまくってるみたいな、でなんやかんやあの界隈の人らはもう全体的になんかうわ決めみたいな、そうそうそうっていう考察なみんな、っていうことなんじゃない、分からんけど、だからなんかえらい叩かれてるみたいやけどな、言うたら。いやーでも6000万課金されてたんでしょ、言うたら一応その辛味酒さんっていう6000万円ぐらい課金されてて、でも俺なんもないと思うけどな、そこは、分からんけど、あむらやとまざす、眠、まあせやな、税金は結構やばいやろうな、もう完璧最高税率やろうな1年で、いや俺もそう思うけどな、別に、しかも6000万も投げるような人、別にこんなとこで女買いたないやろ多分買わんやろ多分、林会長明日病院についてい連れていく、そうそう、だから辛味噌の山だよ、あゲームしてるあっちで、なんか知らんけどガチャガチャやってるわ、20分で寝れる、あ、皆さんあの可能な人ナイス押してくださいね、いや6000万円も課金できる人って多分そんな投げたからって言って後に引かれへんっていう理由で投げ続けるとかはないんじゃない、分からんけど、それが500万1000万の話やったらあの課金中毒で来るってみたいなのはありえそうやけど、相沢と亜生は揉めてたらいいと思う、これからもずっとこれからも、感想はしません、いやだって林会長のとこ遅刻したら悪いもん、さすがにもうちょっと仮眠したらまた起きなあかんからな、脇がの検診は一応脇がじゃなかった、ちゃんと診断書を取った、こんばんは、ちょっと話おあれやけどな、遅いけどな、それ脇がじゃなかったっす、会長のとこは、9時着ぐらいには行けたらいいかなあ、せやな、軽く家立つよな、あ、村井でもあざす、せやな、いえいえ日本刀でやられるのはないやろうけど、いやでも一応9時ぐらいって言ってるから別にそのまあまあまでには行こうとは思ってるけど、病院連れて行って、送って、で俺車返しに行かなあかんから、そう車返しに行かなあかんから、ああそうね、脇がじゃなかったよ、診断書ちゃんと取って、あ、村井でマザース花子さんありがとうございます、
ちょ、寝てる人多いから叩き起こしたろか。すいません、目覚めた人はナイス押してください。目が覚めた人はよかったらナイス押してください。あー、すいません、すいません、うるさかったですね。すいません、すいません、すいません。あの、目が覚めた人はナイス押してください。ごめんなさい。減ったー、減ったー、マジでだるい。あーあ、ちょっと増えた。うん、あ、バリ冷めた。冷めた人はないですか。あの、イベントの有料アイテムください。あ、ありがとうございます、無料アイテム、うん、あ、赤さんありがとうございます。うん、じゃあもういいわ、ナイス押さんでいいから有料アイテムください。あ、こんばんは。あ、ゲームで怒ってんな、あれ。あ、無理やりとまざす。うん、あ、無理やりとまざす。あ、安心したなあ。あ、寝落ちしたいの。眠った。あ、ナイス、ありがとう。いや、もうええかな、さすがにしんどいから。もうだって朝から起きなあかんから。あ、だってもう睡眠時間多分また3時間とかなってまうから。うん、あ、俺の声で寝る今日は。もうさすがに眠いかな。うん、だから日向瀬が今から家来て俺の延長ボタンを押して一人でやったらいいやん。それは違う。もうさすがに眠いかな、俺も。今日もかなり長時間放送やってるんで。ああ、うん、まだやってる。お前がかん、いやいや、寝たいわ。それは寝たいわ、さすがに。もう寝てるわ。乾燥してから来られてもってとこあるぞ、言うたら。ああ、起きれる起きれる。目覚ましかけるから。別に起きれんねんけど。あと15分したら寝ます、もう。まあ8時に起きたらええやろ、とりあえず。で、風呂入ってダッシュで会長のとこ行って、うん、明日も長い一日なりそうやな。またいや、乾燥して4時間寝られへんよ。だって風呂入りたいもん、寝る前に。よし、俺寝る前結構あれやん、 YouTube とか見に行かって寝られへんからさ。終わってもすぐ寝られへんから。あ、ゆりさんありがとう。いやいや、いい、いい、もらわん、もらわん。もらわん、もらわん。いいよ、もう投げんでも、投げんでも、投げてもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、ちょ、ラパンも明日返すから。うん、そう。で、また、26か5ぐらいにまた借りて東京行かなあかんかな。うん、東京行かなあかん。え、藤沢奈々の一日店長ってあれいつやったっけ、いつやったっけ、10月何日やったっけ。いや、明日じゃないやろ。藤沢奈々の一日店長っていつやったっけ。それ行って帰ってくるね。しかもあれや、あの津田の家のゲーミングチェア、うん、超えるわ絶対。余裕で超えるわ、実は7ぐらいになったら。うん、
シャンパンなんか多分100本ぐらい開くぞ。あ、そうそう、10月9日やから、え、2週間で足らんの？足りるか、26からやったら足りるよな。26から借り、2週間借りて9日行って10日ぐらいに帰ってきたらいいんじゃないのか。だらだら。多分あれやろな、人ごった返すやろな。10月9日か。やっと太郎くんにも会えるよな、多分10月9日。な、長いことあってんのかな。ああ太郎くん、俺の大好きな太郎くん。まなみ、まなみ、無理。じゃあ1個だけ聞いて。俺太郎くんと太郎くんのおごりでキャバクラ行くと思うけどさ、それは怒らんといてな。なあ、ちゃんと報告するからなあ。聞いて。今やってるやん。ちょっとやってるやんで、ゲーム。邪魔すんなよ。邪魔してないやん。殺してやるわ、やばいやろ。何言ってんのほんま、お前ゲームで。殺された。あおや。なんかもうあいつゲーム、うん、完璧にゲームやってるわ。うん、よっしゃ。うん、切れてる。あ、2週連続で閉めてんねや、キコママんとこ。いい。え、俺1日店長の後の日まだ1回もやってないんや、お店。うん、あ、せやな、熱くなるタイプやな。下打ちやめろや、下打ちやめろって下品や。ひなせに殺された。ああ、なんか感想お願いしますって言いながらゲームしながら片手まで俺の放送見てんねんの、やばいな。まあ、ちょっと朝からまた放送するんで、はい、あの会長病院送るんで。いや、やってお前ゲームしとけや、もううるさいな。やっとけよゲーム、もう眠たい。いやいや、今日も放送時間めっちゃ長いで、うん、いや、なんか感想お願いしますとか言ってさ、なんかイベント有料アイテム5個ずつぐらいでも飛んでたらさ、あーまだ延長遅かなとか思うけどさ、ちょこれこじってるとかじゃなくて、やるもういいやろ言うて、こんなダセー枠感想すんの、うん、それでなんとかなるほど甘い世界ちゃうねん言うたら、うん、じゃあなんかもうちょっと色添えてや。あー、もう、こじらんかったらよかった。パオーあーす。え、222号出せば、ちょ、まなみ。まなみ、ちょ、手伝ってよ。うん、あざっす、うん効果音使ってみた。ありがとう、心ちゃん。うるさいなお前。後ろから来んなや。うるさいねお前。いや間違えてください、心ちゃん、ありがとうございます。で、じゃあ30分であれしようかな。またなんか最近見つけた
可愛い配信所あるでしょうか。やめといた方がいいか。もうやめとこ、やめとこ、もう事故りそうやからやめとこ。せやな、やめとこ。もう、もう、いや、もう一人もねもうやめとこ、やめとこ。もったいない、俺的にも。もう あんたらのせいでまずピッピちゃん終わってもうたからな、うん、あ、無理やってもあれです、無理やってもあれです、うん、ピッピちゃん終わってもうたからな、うん、なんてじゃええやん。結果さ、ピッピちゃんも怒ってるらしくて、お前としてもお、あれじゃんウィミンちゃうの。何が気象院、何が気象院。じゃあお前は自分は気色ないと思って生きているのかな。あ、お前ゲームで勝たれへんからっつって俺のやつ当たりすんのやめ。勝ってないからお前嘘つくな。値打ちこくな。今こっちが勝ってるから。どうせ負けるから。やばいやん、俺の枠でピッピちゃんあんま人気ないやん。そうか。いや、もう一人おんねんけどな、みたいな。何がやねん、別にええやん。俺がさ、あ、この子なんか可愛いなみたいなぐらいはええやん。あがんの、それも気に入らんの、うん、おんねんけどまだ、うん、教えようかな。せいじん、シンプルに顔が気持ち悪いから無理。変わらんやん、せいじさんも。シンプルに顔は気持ち悪いやろ、せいじさんも。で、今後絡むことはないと思うって、こっちも一緒やねんけど意見、うん、今後俺から絡むこともないからって伝えといて、せいじさんに、うん、一緒って言っといて、うん、理由一緒って言っといて、うん、何もしてない。彼女メンヘラじゃないな、ポンチューナだけ。いやー、でもこれどうしようかな。はよ222ちゃんに渡して。どういうこと、何をあ、負けてん。何を渡すん。何渡すの、心ちゃん。何渡したらいいの。天界はよ、アホなんそうなの、うん、いや、そこは超えてけえへん、うん、人造人間は超えてけえへん、うん、あ、せやな、2225、今日の給料あげるわ。ちょっと来て、これ終わった、うん、そう終わった、来て、うん、給料渡すわ、うん、ちゃんと計算したから今日ちゃんとお前の分って言って、ざっくりやけど3000円ぐらい。ほんま？うん。そんなに？うん。なんかちょっと多いめぐらいなやったら。うわ、仲間や。いや、さすがに細かいの全部できひんから言うたら。スクショして A さんに送った LINE は、まなみとそのリークしてきた女の人。うん。やろ？ちゃうの？俺じゃないで、まなみとあれ、あ、ちゃうわ、なティムとそのリークしてきた女の子のやり取りをまなみに送ってきたスクショ、うん、やったはず、うん、やばいバレ狙われてんねんけど。でも俺優しいよ な、お前なんでそんな冷静に入れんの。どういうこと、逆になんで冷静でおられへんの。297、いつ、いかなる状況でもやで、言うたら冷静さに欠いた時に下手打つから、人間って、うん、焦ったって何もいいことないから、うん、落ち着くねんな、297、うん、落ち着くねん、うん、な。で、なんか不測の事態もさ、起こった時に考えればええねん、そん時に、うん、プニプニ69キロあるらしい。でもプニプニちゃんって背でかなかったっけ、なんかそのイメージだけど。
おはよう、顔どうしたん、生まれつき顔どうもしてないよ、どういうこと、顔どうしたって。もう、え、どういうこと、何に言われてんやろ、俺に。急なの眠すぎて何かあんま分からんねんけど。眠たい。いや、じゃあもう今日放送時間長すぎて喋る気せえへん、自発的に。うん。めいちゃんにごめんねって、え、どういうこと、どういうこと。それ本人のツイッター見たらわかるんじゃん。ちょっと待って、見るわ。な、ちょっと待ってな。本人のツイッター見たらいいんじゃない、それって。わからんけど。オフやろ、どっかに。どこを言われてんの。え、これ。ごめんねっていうやつ、どれ。ごめんねってどれのこと言ってんねやろ、うん、あ、最近前は配信してない、韓国行く準備ちゃう、ツイッターに載ってるやつ、どこにごめんねってあんの。ニキユメちゃんが呼んでる、ニキがユメちゃんを呼んでるってこと、うん、あ、大阪来んねや、へえ、あ、ユメちゃんが俺呼んでるってこと、行けばいいの、ユメちゃんと。残り30分やし、行くか、ゆめちゃんとこ。どこやどこにゆめちゃんおる、ゆめちゃん。え、配信してる、してたらここに表示されんねんけどな。ウッキー見ない、どうした、いや、知らん、全然、なんかあったん。あ、マーカちゃん、ありがとう。ちょ待ってな、なんかな、俺画像めっちゃあんねん、めっちゃあんねんって当たり前やろうけど、うん、これで、ああね、うん、分かった、うん、うん、うん、分かった、うん、いろいろ分かった分かった、うん、うん、やりとりさらしてるやん、うん、
らしてるよね。そうやねんな。いや俺ずっと思っててんけどさ、それずっと思っててんけどさ、あれ、いや俺あんまもう関わらないでくださいって言われたからさ、そこにはちょっと別に特に言論せえへんねんけどさ、あのツイートされてたらさ、結局それ関連の話題いまだにまだ来るやん、こうやって、うん、でさ、俺って性格ひん曲がってて、性格悪くて、で面倒くさがりやからさ、もうそれ聞かれるたんびに今度だんだんムカついてきてさ、あのほんまに出されたら困る方を出してしまいそうになってもうてんねん今俺って。そういえば、うん、そうそう、いろいろ聞かれるやん。あのツイート消してくれへんかな、ウッキーさん、できたら、うん、あれ俺に送りつけてこられたそのソースのただ一部なだけであってやで、あのその前のやり取りも俺実は持ってんねん言うたら、うん、でもだんだんめんどくさくなってきて、それドーンってなんかあの出してまいそうになるからさ、もう、うんうん、だってやで、その俺の DM のやり取りをツイッターであれ晒してるってことは、あのこっちも同じことやっていいっていう理論になってまうからな、俺もツイートになんか出したろかなみたいな、うん、じゃあだからやん、消すように促してくれへん、そこの囲いの人とかおんねやったらさ。いや俺これ出したら多分もうとどめてまうなと思ったからさ、うん、俺別にそこまではせんでいいなと思ってさ、もう穏便に済ましてきたつもりやけどさ、言うたら別に付き合ってようが付き合ってまいが、付き合ってただろうが付き合ってなかろうが俺どっちでもいいねんって、もうそんな、うん、関わらんといてくれって言ってる、じゃあまだあるよ、うん、あるんで、うん、本人がゲロってるところ俺スクショ持ってるんで、言うたら、うん、本人がゲロってると取られても致し方がないような文章のやり取り持ってるんで LINE の、うん、スクショでな、それ、うん、あれ消してくれへんかな、あれ消してくれたらもう話題にならんからさ、そんな俺別に死体蹴りとかしたないから、でも俺別に晒し系でもないしさ、言うて、あれあのツイート消してくれへんかなマジで、で聞かれたら俺スルーもしにくいからさ、いやいや俺晒し系じゃないから別にそんな、うん、あ無理だと思います、うん、あ無理だと思います、まぁ、あ、ちょっと愚痴みたいになっちゃうけどさ、うん、あれなんかで、あれもさ、うん、あれもやで、言うたらもう見る人が見たら分かるやん苦しいって、うん、見る人が見たらさ、わかるじゃん。あれ消してくれたら助かんねんけどな、うん、うんうん、太った。あれ消してくれへんかな、ほんま。じゃあもう話題にもならへんくなるからさって思ってましたねそうそうそう、いや別にいいねんで、別に顔雲隠れしてる、説明せんでいいねんって、俺からしたらそのどうでもいいことやから、あれあり続けたらさ、やっぱりちょいちょい聞かれるしさ、ちょいちょいその話題について聞かれるやん俺も、まあそれは俺も中村も一緒やろうけど、うん、しかも
しかもやで何やろう、俺に送られてきてるスクショがあれだけなわけないやん、普通に考えて何だち知らんとこんのか。こないだまで連絡ついてたけどな、そういえば。ああ、うん、そう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 、匂わすだけの価値が自分にあると思ってる時点で、え、どういうこと、どういうこと、価値がある、価値はないよ別に、何にも、うん、別に所詮人のことやからな、別に俺からしてもどうでもいいからな、言うたら、うん、しかもなんかあの人のことをあんま下げるようなことはしたくないから、俺的にも言うたらあ、パン売り上げてまずはす、どっちかといえば、うん、あのツイート、あのツイートだけ消してくれへんかな、まあ、うん、あ、いやちゃうね、そう、ほっといてあげたいね、301号、俺としても触れずに、触らずにしておきたいねけれども、301号な、あのツイートがあるおかげで永久に聞かれんねん俺、うん、でそれに関してはさ、あの本人に送りつけたゆまるも、あの何やってんねんって言ってたじゃん、言うたら、うん、だからなんかゆまるからさ、なんか消すように本人にコンタクト取ってもらわれへんから、うん、俺は関わらんといてって言われてるから、俺からは言いにくいし、それうん、いやもう寝るっすよ、ちなみに次はこうあるわけなかろう言うて、もう感想やて、あ、ももさんありがとう、うん、あ、龍の人ありがとうございます、いやまあ配信会でちょっと LINE してみようかなと思うけどな、ゆまるにも。でもな、今度俺がその LINE をさ、ゆまるに送ったらさ、それをまたゆまるがネタにしだしたらさ、また余計話膨らむとかもあるからなとか、なんかこういろいろ考えちゃうよね、言うたら、うん、ちょっと複雑よね、そこ、まあ、ほんまにやめちゃうんやったらさ、まあそれでいいかもしれない、また戻ってくるやろ絶対、うん、あ、村井手マザース、村井手マザース、せやねんな、あ、まなみ、もうちょっとで終わりやからさ、あのやっぱリスナーさんの兼ね合いあるからさ、ちょっと横来てさ、現金受け取ってくれへん、なんで今日のお給金もう終わりやからさ、終わるまでにちゃんと渡しとけって言われてるからさ、あ、こんばんは、ココちゃん、こんばんは、まなみさん、これだけとあと何分かかんの、その理論、はあ、あ、人妻から名前変えてんや、いい名前変えてんや、あ、ほんまや、うわ、ほう、人妻さんやん、もう人妻じゃなくなったってこと、そしたら名前変えたってこと、なんで名前変えたん、5万も渡すわけないやん、うん、あ、まだ人妻なんや、そうやったらもうしっかり旦那さんの財布からお金抜くなり、ブラジャーしてんでいい、ブラジャーはして、もう時間ないもん、ちょっとしてって、ないもんブラジャー、どこに、自分で どっかやってんやん、ない、探せよ、ああ無理やじゃん、
いや、じゃあこれ巻いとけ、これ巻いといて、うん、これあれ、まなみちゃんって彼女やで、うん、これ巻いといて、うん、巻いといて、ちょっと待って、負けて、そのまま映したらどうなんねん、お前バンなるやろ、ふざけんなよ、あかん、ゲップしたらゲロ出てくる、うん、これはもう眠い、あーどうぞ、彼女さんです、はい、うん、彼女さんです、そこから、そこからなの、いや裸じゃない、下着つけへんねん、あいつ病気やから、うん、トイレするときも全裸なるし、なんか裸族やねんやろ、基本バイブスが、あ、こんばんは、あ、ありがとうございます、うん、マルゲリスト爆投げ師っていう自己紹介はやばいやろ、あ、こんにちは、はじめまして、山田のとこでもぜひ披露していってください、うん、何分、え、あとちょっと、今日の給料、はい、まあ、計算した結果、1,2,はい、どうぞ、ありがとうございます、あーぱーん、あらす、おはようございます、今日のお給料です、ありがとう、うん、もうお前楽して稼いでるよな、絶対始まった、ん、スプラトゥン、スプラトゥン、まあしゃあないね、2252って言って投げてる人の分は渡さない、なんか日によってはさ、お前の方が稼いでるような、そうね、それはあるやろ、え、女を金で買う、どういうこと、どういうこと、またモラハラ始まった、いや何もしてないよ俺、怖い、うん、いや違うよ、ココちゃん、あの2225ちゃんにって言って課金する人の分をちゃんと渡してるんですよ、そのまま、うん、金で買うほどお金持ってないです、手渡してるってどういうこと、付き合ってんねんで、どういうことココちゃん、ほら、どういう意味やねん、手渡してる、暴力ってこと、あ、そうそう、まなみん、分からん、ここちゃんどの辺、どの辺りぐらいからあれなの、と止まってんの、その情報どこから説明すればいい、え、切れた、そのまま放置してきたんやけど、おい、ひなつ、お前が乾燥しろって言ったわね、お前あれか、ほんま像1個もくれへんのか、じゃあ素直に彼女って、でもだからお付き合いしてるし彼女って言ったんですけど、ってことをここちゃん、あ、今ないか、じゃあ無理やな、また今度で、いや、その直近洗っても取れへん、もうその話か、今日タピオカ怒られる、いや怒らせたら、怒ってもらったらいいやん、お前のお金並みに金持ってんで、それ置いといて、いやほんでさ、もうあまりにもさ、ティム&ウッキーの話聞かれんねやんか、うん、ずっとさ、俺優しいよな、何が、いい、すいません、今手元にある情報別に何も出さへん、俺優しいよな、うん、だってあれ出したらさ、もうゲロってるやん、本人が、そうや、うん、だから俺はウッキーにあのツイート消してくれっていうのを人伝いに頼もうと思うねんけど、それ間違ってる、いや話題にしてほしくないならさ、まずもうさ、あのツイートまずおかしくない、うん、そうそうそう、話題にしてって言ってるようなもんや、しかも名指しで俺入ってて、俺が裏でやってるやり取りをツイートしてんねんからさ、全く話題に先取ってとか関わらんといてとかさ言ってんねやったらさ、あれ消してくれたら結構もう話題にもならへんのちゃうかなと思うねんけどさ、
あ、あれやろ、 あそこのカップルやろ、しんちゃんとこの誰だ、湧いてたよな、言うたら離婚するんちゃうか、大丈夫、誰、うん、レミ、俺の兄貴分、しんちゃん、誰なしんちゃん、うん、これはしんちゃんのしんちゃん、違うよ、配信者の人じゃん、あ、そうなんや、また奥さん可愛いよな、あそこな、うん、奥さん可愛い、うん、えい、いやでもな、そうやって可哀想って言うけどさ、うん、あ、ありがとうございます、グーの人あれです、あ、おはよう、つぐ子さん、まあでも夫婦にしかさ、何言ってんのかほんまにわからへん、ここさ、もしかして、ここさん、いや、いろいろあったんじゃない、その男女の、泣いてたの、うん、あれが、お腹すいた、ココさん香ばしいよ、え、どういうこと、どういうこと、お腹すいた、うん、俺もう早く終わった、寝るで、なんか食べて、何言ってんの、俺会長のとこ行かなあかんねんで、朝から、いや、お腹すいた、お前、うん、なんかあるやん、コンビニ行ってきたらいいやん、行こうじゃ、コンビニ、うん、コンビニはついていこう、そしたら、うん、でもおごってな、ついていこう、お金ないかも、あ、ストレス溜まりまくって、え、なんでなん、理由は、配信者の人なの、女でおったやん、え、どこに、なんで、いや、じゃあ俺あるやん、昨日養分とか会いに行ったらさ、おったやん、しんちゃんっていう、知らんねん、まずダメ、一番いかついゴリラみたいな人見てないもん、昨日の配信で、俺がちょっとちょけたら一発どつかれて死にそうなってた人、モラハラなんや、あー、モラハラな、うん、なあ、タピオカさ半分も飲んでない、まあモラハラって言ってもな、なんて言ったらいいんかな、いや、モラハラって結構しんどいで、マジで、いや、でもさ、その人選んで結婚したんさ、あれやん、その人やねんから、でも最初はモラハラじゃなかったかもしれへんや、うん、いや、え、でもそりゃしゃあないんちゃう、稼いでんのも旦那さんやし、少々偉そうにされても嫌やろ、え、そう、でもさ、その、うん、言ったら奥さんを選んで養うって決めたのもその男の人なわけやろ、うん、偉そうにすんのはあかんやろ、え、黙って従われへんの、なんで結婚したんかわからん、触られるのも、いや、いただきますとかもありがとうとかも何も言わんとか、え、どういうこと、触られんのが嫌っていうのはどういうこと、 どっち側男がってことかな、旦那さんの方が嫌って言ってるってこと、もう価値観が古いよな、そう、ま、そうそう、モラハラ、そんな軽くちょけたりすんのはいいかもしれんけど、じゃあそれはルイさん側の問題ちゃうの、触られんの嫌って、うん、ちゃうの、うん、うん、いや、じゃあ だったら自分で生活費稼ぎようってなるけど、うん、ルイさんって女の人、そうそう、が、うん、女の人が触られるのも嫌、やったらで、いただきます、ありがとう、もう何も言わん、え、お、女側が、女側が、女が言わんかったら女が悪ないか、分からん、どっちがどっちやねんやろ、それ、そこまで嫌になってるってことかな、逆に、え、俺モラハラ寄りの価値観じゃないで、え、そうやで、うん、モラハラ寄りの価値観やで、ほんまに、うん、なんで、ああ難しいな、それは、この面倒みたいから、ああ、そういうことな、そう、働きようがないもんな、そんなん言われたら、
あー離婚しそうやな。うん、いや対等は無理やったとしても、うん、そう、あーでも、まあ、でもそんなん最初に決めとしとかへんかった落ち度じゃない？わからんけど、まあ、それはあれちゃん、あのまあ何家庭裁判所とかで決めりゃいいんちゃん知らんけど、払わんって言ったって多分無理やろうけど、もう触られるのも嫌はちょっとあれやけど妊娠中の浮気って当たり前じゃないの？お前もう発言すんなよ。どういうこと？発言すんなよ。なんで？発言すんなよ。妊娠中の浮気が当たり前なわけないねんから。なんでな？当たり前なわけないやろ。そう考える。そうか。触られるのも嫌なくらいってことは。ああそういうことか。あ当たり前はやばいよな。言ってくれるだけでも返せなあかん。そうやで。あ女の人はさ、うん、ああ言ったら命かけて子供を産むわけよ。うん。ね、うん、自分の子供を産んでくれてさ、うん、ありがたいと思わなあかんよマジで。うん、なあ、うん、あそうなん。そうでそのな奥さんが妊娠して頑張ってるな最中にさ、うん、浮気当たり前とかさ、うん、何言ってんねんって感じやろ普通に。言うと男の人が悪いってこと？浮気はあかんやろどう考えても。なんであかんの？あかんに決まってるやん。あ無理ありがとうございます。あそうなの、ね、で俺どうし、俺は何どう擁護したらいいのし、俺の先輩のしんちゃん擁護は、いや、うん、その人らのことはまるで知らんから擁護の仕方もわからん、うんうん、でも浮気要請とかすんのは違うと思う。あかんの？あかん。うん、お父さんの愛情もよくわかる。しんちゃんは浮気な悪気なかったみたいで自覚なくて、え、そう、何そんなに、え、浮気が悪いと思ってなかったってこと？なんで岸さんに謝った？いや、機嫌悪なられたらだるいから、うん、いいと思ってるわけないやん山田ですら。いや、思ってんだよ。いいわけないやん。思ってる。それでお金払ったんちゃうの不倫して。うん、うん、いいわけないやん、ほんなら。うん、だから不倫はせえへん。うん、だから俺は金輪際誰とも婚姻関係だなんて決めてるから、うん、あ、そうやな、その人たちに関しては不倫やな、浮気じゃなくてな。あ、今ルイちゃんがそこまでして、ああ、えって、あ、寝耳に水やったってことな、そのしんさんからしたら。あーね、え、そんなにストレス溜まってたみたいなってこと？ あれちょっと、あ、なっちゃん元気になったよ。うん、電話してくれた。うん、うん、うん、いやでも俺がそうだから28号だから俺が徹底してるのは絶対に3年以上同棲させへんっていう決め事を守ってもらってるのと、あの必ずお前とは何があっても結婚せえへんって言い切ってる、うん、で配信でも言ってる、うん、あの事実婚にも事実婚の成立は絶対させへんって誓ってるから、うん、そこがさよね言うて、うん、なんでそんなこと言われなあかんの？え、どういうこと？俺だって誰とも結婚したくないもん。なんでお前にそんなこと言われなあかん？え、どういうこと？俺結婚したくない人やねんって、うん、そうわかるやん、言ってるやん。うん、いちいち口に出さんでよくない？ちょっとこれ聞かれたからやん今。もうええわ、もう一人でやっても気も悪い。ちょっと待って、なんかよそのトラブルから俺のトラブルにまた発展してんけど、あれ、なんか俺まずいこと言った？ちょ、お前らもほんまいらんいらん。あ、ちょちょ、でもしてるよ、うん、それは、うん、うん、ちょ、今の俺悪いか、うん、今の俺悪い？
だってあいつもだって結婚なんかしたくないって言ってたんやで。うん、ちょっとあいつも結婚したくない、お前も結婚したくないって言ってたよな。は言ってたやん。うん、え俺悪い？いやだってしてんもんほんまに。うん、そんなもうちゃんと数えて、もうちょっと俺したくないもん。いやえどういうこと、なんか俺まずかった？もうだるいって、終わりかけでこれだるいって。うん、もうこのまま会長のとこまで寝やんと行こうか。うん、いいぞ。え？ちょっと警戒なんかしてないって。もう俺死ぬときは一人で死にたい。ほっとってほしい。おい、横からあやぎ声聞こえる。お前のおかんやんけ。あー、ありゃすくま3つパオン、あざす。え、今一緒に、え、どういうこと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 、そんな横じゃない。あー、違うんか。あー、こっちのおかんピル飲んでるから、もうありえるやろ。まあ、それ置いといて。いや、もういいよ。もう永久に終わられへんわ。うん。あ、おかんが一人でしてるってこと？なんで次、もうほんま寝られへん、ほんま。え、徹夜で行こうかな、もうそれやったら。もう起きられへんって。ちょっと待って、それはやばいわ、寝なやばいわ、さすがに。いや、もうだるいって永久に終わられへんやん。え、徹夜